もう私には今何も見えていない。3、2、1。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美樹です。今回のテーマは光電池です。光電池はいろいろなところに使われていて、例えば電卓とか太陽光発電などにも使われています。どんなものなのか見ていきましょう。それではレッツサイエンス。ここに光電池があって、そしてこれが検流計です。そしてここに豆電球があって、それぞれこのように一つの輪になるようにぐるっとつながっています。では今からこの光電池をここにある光に近づけてみたいと思います。じゃあこの検流計に着目していてください。いきますよ。近づけていきます。そうすると検流計がこのように針が触れて電気が流れているということがわかりますね。さあ、そしてこちらの豆電球も見えるかな。このように光っています。ということはこのように何か乾電池とかにつないでいるわけではないのに、光電池をこのように光に近づけるだけで電気が流れたということが分かりました。もう私には今何も見えていない。ではこの状態からこの光電池を遮ってみたいと思います。さあ、そうするとどうなるでしょうか。やってみます。なんと検流計の針が、この0のところに戻っていきました。そして豆電球も消えています。では今度はこの光電池を光に当てた状態からこのように傾けるとどうなるでしょうか。1番、電流は大きくなる。2番、電流は小さくなる。3番、電流は変わらない。4番、爆発する。って何？爆発。ではやってみましょう。光がつきました。そしたらまずはこの光電池を、このように、光に近づけます。さあ、そうするとこのように、検流計の針が触れて、電流が流れていることがわかりますね。豆電球も光っています。ではここから傾けていきます。いきますよ。3、2、1。この状態から傾けます。すると、だんだんこの検流計の針がゼロに近づいて、あと豆電球も傾けていくと、このように場所はずらしていないのに光電池を傾けるだけで豆電球はこのように光らなくなってしまいました。ということで正解は2番の電流は小さくなるでした。当たった人に拍手。よかった、爆発しなくて。この光電池の実験と同じことがこの地球でも起こっています。これが地球です。そしてここに光がありますが、これが太陽だとします。さあ、そうすると、この真ん中の赤道のあたりはこのように、太陽から受ける光の量も大きくなりますが、だんだん北極に行くとこのように光電池傾いていますよね。なのでこのように光を受ける量も少なくなります。こっち側もこのように傾くので受ける光の量が少なくなります。ということで今日のまとめ。光電池に当たる光の量が大きくなると光電池の電気を起こす働きも大きくなります。なので回路に流れる電流も大きくなりました。ということで今回の実験がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。